愛知県八名軍の一八名軍は愛知県にあった軍。1878年に行政区画として発足した当時の軍域は下記の区域にあたる。当該区域の面積は220.81平方キロメートル6万1250人。7世紀後半の木管が出土しないことから大法律令成立以後の8世紀に成立したと思われる。 豊橋市域だと、石巻、田辺など。軍の名前は、古代の部民である八名部が多く住んだことから、名付けられたという説や、屋根が多く設けられたことから命名されたという説がある。戦国時代、軍南部に二代征夷大将軍徳川秀忠聖母、西郷局を出した三河西郷氏が本拠を置いていた。具体的には、月が国上町を大英年間、 五本症城を、西郷正勝が1561年に、追記、天文年間に、西郷清院が、西川城を築城したとされる。近世以降、八名軍は、屋名軍と呼ばれた。明治維新直前岡部藩主、安倍新発が、武蔵国岡部から陣屋を、半原村に移して、半原藩が発足したが、すぐ半石奉還を迎えた。明治初期、 広域から生徒を集めた八名高等小学校により教育の滅カになったがすぐ衰退し第一次産業以外の差したる産業のない地域になった。その中で軍の北部の大野町は秋葉街道の宿場町から発展した経済の中心として栄え八名軍で唯一調整を敷いた。大野町に置かれた大野銀行は1945年東海銀行に合併されるまで 八名軍は元より東、三河全域の経済を支配する銀行として、君臨した。戦前には、1926年4月、下川村に、愛知県立豊橋第二中学校に移転、ナンバースクールが置かれた。これは、豊橋市と誘致を争った八名軍を大野町に、配慮して八名軍内に設置されたと考慮される。この中学校の豊橋に中の地は、 新生中学校の豊橋市立清涼中学校になっている。しかしながら、対象の軍政廃止後、八名軍役所の置かれた八名、村は警察署以外の観光庁を失い、太平洋戦争直前の下川村、石巻村多部地区の豊橋市への合併や八名軍を、管轄する八落地方事務所の南下良郡、軍、新城町への設置で、軍全体は、 いよいよ零細軍の色彩を強くし、南北下良軍と合わせて八落地方と総称されることが多くなった。戦後は、経済を支配していた、大野銀行や八名軍全体を管轄した、富岡警察署を合併で失い、町村合併促進法施行以後、豊橋市や豊川右岸の自治体との新設、編入合併が相次ぎ、1956年9月30日の山、 吉田村の南下ら群蓬来町へ編入を最後に、八名群の名前は住居表示から消えることになった。現在は、新城市南部の中学校名及び、小学校名に八名の名を止めるのみだが、小学校名は、新城市市政志向後の命名である。また、総称の八落も地元タクシー会社やパン会社の社名に留めるのみである。 1>, 1、富岡村2、山井吉田村3、大野村4、高岡村5、上本村6、日吉村7、尾佐部村8、鴨村9、金沢村10、豊津村11、橋尾村12、三上村13、下城村14、牛川村15、美舞村16、玉川村17、津瀬村18、西郷村自治体の変遷。ありがとうございます。